ストーンストリート歴史地区、ストーンストリート57、CPH ギルバートによる1903年建設のネオ・ダッチコロニアルビルディング。ストーンストリートはニューヨーク市マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトを走る通りである。この通りは本来はブロードストリートからハノーバースクエアまでを走っていたが、1980年代に建てられたゴールドマンサックスのビルによって、 肉間に分断されている。現在、ストーンストリート、サウス、ウィリアムストリート、パールストリート、そして、コエンティーズアレイソイの一群の建物は、ストーンストリート歴史地区を構成している。この通りは、もともとは、ブルワーズストリートとして知られていた。1660年当時は、オランダ語で、ブローウェルストラと呼ばれていた。この通りは後に、 石畳で舗装されるようになったことから、ストーンストリートと呼ばれるようになった。この通り沿いの建物は、ニューアムステルダム時代の建物をほとんど焼き尽くした1835年のニューヨーク大化の後しばらくして建てられた。新しく建てられた建物には、衣類販売業者や輸入業者の店舗や部屋が入っていた。十八世紀中のほとんどの間、この通りは、デュークストリートと呼ばれていた。 ミッドタウンやアップタウンマンハッタンの開発が進むにつれ、この辺りは長らく捨てれていたが、ニューヨーク市の歴史建造物保存委員会や他の組織、ダウンタウンニューヨーク連合、そしてストーンストリートのオーナーたちの間の共同パートナーシップによって、ダウンタウンの活気ある通りとして復活させるためのプロジェクトが進められた。建物、花崗岩の舗装、 そしてブルーストーンの歩道は改修され、街灯やステージが設置され、建物にはレストランやカフェが入るようになった。この通りの東側の区間はニューヨーク市歴史建造物保存委員会によって1996年からストーンストリート歴史地区として保存されている。このエリアは歩行者専用となっている。この歴史地区にはレストランやバーが並び、 飲食客用のテーブルが道路には並べられ、天気のいい日は屋外で飲食をすることができる。このエリアは特に夏の夜は飲食客にとても人気が高い。インディアンハウス歴史建造物はこの通りの終端のハノーバースクエアに位置している。ありがとうございます。